続いては TXN のローカル5局と日本経済新聞社の共同企画、ローカルビジネスサテライトです。ローカル発日本の底力をテーマに、各地の知られざる経済の現場に光を当てます。今回の担当はここ愛知です。愛知といえば日本一の自動車産業の集積地ですが、トヨタグループの一角として愛知の車作りを支えてきた世界的メーカーが新たに日本の農業の改善に乗り出しました。驚きのロボットが登場です。世界のトヨタの城下町といえば愛知県豊田市ですが、その隣の刈谷市こそがグループ企業が集まる部品メーカーの一大集積地となっています。その中に年間売上およそ5兆円、世界第2位の自動車部品メーカーがあります。デンソーです。車の部品から産業用のロボットまで製品は様々。あの QR コードもデンソー子会社の発明です。自動車産業の黒子ともいえるデンソーが今新たな挑戦をしているというので現場を取材しました。こちらのロボット、伸びたアームの先にはトマト。実はこれ無人でトマトを収穫するロボットです。一体なぜデンソーのロボットがトマトを収穫することに。背景にあるのは自動車の電動化です。電気自動車になるとですね、部品の点数が半減するというような予測もありますし、そうした中でデンソーも今まで培ってきたロボットの開発技術であったり、自動車の部品の生産で培った生産の改善ノウハウ、こうしたものが応用しやすい分野として農業分野に目をつけた。三重県いなべ市の広大な敷地に広がる巨大なハウス、栽培面積は42,000平方メートル。デンソーが地元農業法人浅井農園と共同で設立しました。中を覗くといました、熟していないトマトには目もくれず、真っ赤に色づいたトマトだけを見定めて貯金。売れ具合を AI 人工知能が判断しているのです。ロボットにはトマトがこのように見えています。そしてそーっとケースに収めます。農林水産省によりますと、国内の農業人口はこの20年で半分以下に。人手不足が深刻な問題になっています。新規就農される方の数よりも離農される方の数の方が大きく上回っている状況なので、人手不足は間違いなく現場で起こっている課題。人手不足にあえぐ日本の農業を改善するためのプロジェクトです。先頭に近い結果は出せたんですが、まだまだ伸びしろがあると見ています。しかし課題もあります。傷みやすいトマトは摘み取り方を間違えるとダメになってしまいます。そのため切り取る位置を学習させる改善が続きます。どこが切断位置ですかっていうのをピクセル単位で指示して、ここが切断する部分ですよと教えてやる。切断しては逆にいけない身の部分はこのような場所になりますというふうに、一個ずつ教えていく作業が必要になります。当初3000枚ほどだった AI の学習データは1万枚を超えました。判定の成功率は今のところ6割から9割。今後さらに精度を上げたい考えです。いずれは他の作物であったり、世界中の農作業を自動化するようなことが実現できたら良いなと考えています。
はい、デンソーの担当者の方によりますと、作物の病気や成長度合いはまだ人の目に頼って判断している部分が多いと、はい、で今後はこれらも自動で判断できるよう開発を進めて、いずれは24時間無人で稼働できるハウスを目指したいと話していらっしゃいました、うん、